はい、どうもこんにちは。カーボンドライジャパン野沢でございます。私の業務はこのビッグプーリーの組み立てということもやっておりまして、今回ちょっと普通のとは違うやつ、これはですね、ここに書いてありますね、 S1NEO。 素晴らしいでございますね。これフランスの素晴らしきロードメーカー S1 さんのトリコロールですね。ブルーと白と赤、これで一目でフランス車だよって分かるって寸法でございまして、これをもう追加注文、この前ですね、インフルエンサー、上級 YouTuber でございますマサさんがですね、まあ、前もご注文いただいたんですが、それを見た方がですね、どうやらこれはスタッフ様らしいんですけど、スタッフ様も、用語で追加注文ということになりました。はい、プーリーゲージはいわゆる一つのパーツでしかありないわけですけど、非常にこう主張するというか、ガラリと印象が変わりますね。特にこの SV は大きいでございますんで、上が14、下が18、これ色塗ったんだって、ボルトをね。ああいいでしょ、ブルーブルーなんですね。皆さんもですね、ボルトの頭とか色塗りたいときはこういう風にですね、段ボールにポチッと穴を開けてボルトを突っ込んでシュッて吹けば、まあ割と簡単にボルトに色をつけることができるんですよ。ネジのところに塗っちゃダメですからね。はい、ちなみにこれ、ここの部分は裏から止まってるんですけど、これはいたずら防止っていう名前いたずら防止っていう名前なんですけど、まあ、ちっちゃいんだけどね、これ真ん中にポチッとついてて、普通の工具じゃつけたり外したりできないようになってるんで、まあいたずら防止っていうのも変な名前ですけどね、通常ではいじくれないようになっております。まあ、結局この工具はどこでもホームセンターとかで売ってっからまあその工具を買ってくれば誰でもできるわけではございますけどね。まあもしもこのデザインで S1 ネオにお乗りの方が欲しくなった場合はですねS1 ネオさんの方にご注文すれば、こちらの方にお仕事が回ってくるという感じでしょうかね。勝手にこのデザインを売るわけにはいかないでしょうな。あくまでこう著作権侵害になっちゃうからね、うん、著作権がね。いやー綺麗ですよ、綺麗です綺麗です。はい、これがものすごい存在感があるんですよね。マサさんのビデオ見ましたけどね、うわー素晴らしい素晴らしい塗装だ。ああ、このカーボンドライジャパンのね、技術力が成し得る大満足の一品ですよ。どうなんですか。はい、これがね、こういう状態でお届けするわけです。フランスの一品にメイドインジャパン、カーボンドライジャパンの SV。 はい、ありがとうございます。